すごい、本当にここ森永の工場があるんですけど、森永橋っていうんだここ。そうなんだ、すごいね。なんかベイブリッジの偽物みたいな感があるけど森永橋っていうんだ、面白いな。よっ、もうほぼ海だね。はい、やっと着きましたね、松の屋さんです。ではここで食事したいと思います。
せっかくね鶴見まで来たんで、ここの鶴見駅西口店さんもブックオフも覗いていきたいと思います。はい、というわけでね、立ち食いそば食べに行ったり、ブックオフ見に行ったりとか、まあいろいろやってきまして、とりあえず最後のポイント目指そうと思います。ドラゴンクエストとかね、ロールプレイングゲームが好きなんだったら、こういうのも結構必然と好きになるんじゃないかなと思って、湧き水がね、この国道1号線の鶴見の岸屋っていうところに湧いてまして、はい。そこをですね、セーブポイントとして、この動画をですね終わりたいと思います。ないのかな、まだ見えない。もうちょっと先から、この国道沿いだって聞いたんだけど、これだ。すげえすげえすげえ、水出てる出てる湧いてる湧いてる、清水だ。すげえ綺麗な水じゃん。よっ、湧き水をご利用される方へ。この湧き水は昭和12年第二京浜国道の建設の際に発見され、災害時に利用できるように残されてきたものです。近年の都市化に伴い地下汚染が問題となっておりますが、湧き水は災害や地域開発で水質が変わることもあり、いつも安全な水とは言えません。長く皆様に愛されるように利用される方々は次のことを守って大切に、生水のまま飲まない、煮沸して飲めるんだね、一応ね、自主的に水質検査を行い安全確認をしましょう。水取り口や水ためまたは周辺はいつもきれいにしておきましょうって感じですね。やった、ちょっと手だけでも当てましょう。今日も太陽は出てないけど暑いから。おー冷たい、すーげー冷たい、気持ちいい。いやー、セーブポイントにふさわしい。というわけで今回の、立ち食いそば、チャリで行く立ち食いそばとブックオフの旅はここら辺で終わると思います。またね、新たな立ち食いそばを見つけて、見て動画を撮ってみたいと思います。はい、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。気持ちいい、すげえ気持ちいい。それではまたよろしくお願いします。